こんにちは。カナダ在住の山田です。昨日は歴史に残る一日ということで話をしていきたいと思います。 はい。えー、最初にまずお知らせです。日本時間の6月17日土曜日の午前11時からライブをやる予定です。お時間ある方、ぜひともご参加ください。えっ、ー、と、この度ですね、あの、2作目の本を出しましょうっていうね、そのオファーをまたいただくことができまして、えっ、ー、と、ここまで来ることができた感謝をまず皆様にお伝えしたいのと、であとは、あの、どんな本の内容かっていうのを紹介できたらなっていうふうに思っています。あの、ご興味ある方、ぜひともご参加ください。一応、あの、アーカイブもちゃんと残しますので、ご都合合合わない方も、あの、ご安心ください。 はい。えーで、今日なんですが、昨日の話ですね。まあ、本当にとんでもない一日で、6月8日は多分歴史に残る一日だなって個人的には思っています。えっと、まず昨日の動画でトランプ大統領2度目の起訴の可能性がいよいよ出てきたぞっていう話を紹介しました。多分今週起訴されて来週出廷なんじゃないかみたいな話を紹介したんですが、まあ、その直後に本当に起訴されたもんですから、まあ、あの、急いであの、サムネイルもね、ちょ,ちょっと変えたんですが、はい。えっ、ー、と、まあ、いよいよ来たかっていう感じですね。まあ、ただ正直一応想定の範囲内といえば想定の範囲内であって、 で、えっ、ー、と、この話と、あとは次、8月あたりに、おそらくジョージア州フルトン郡の、えっ、ー、と、ソロスチルドレンからですね、起訴される可能性もありますので、えっ、ー、と、まだまだ始まったばかりっていう感じなんですね。はい。で、えー、ただ、この起訴の話が昨日出た前のところで、実はとんでもない話って他に2つあったんですね。えっ、ー、と、例えば、あの、会員政府監督委員会メンバーが、FBI 内中、内通者による、その、バイデン5億円汚職報告書 を直接閲覧して、で、その後緊急会見開いて、さらなる情報が明らかにされてたんですね。これ後ほど紹介しますが、あの、まあ、やっぱりか、みたいな内容だったっていう話ですね。はい。で、えっ、ー、と、あとはですね、そうかと思いきやですね、あの、ロンデサンテス、フロリダ州知事、今そのトランプ大統領とバチバチにやり合ってる共和党側の大統領候補の一人ですが、彼もね、今、起訴される可能性、急浮上してるんですね。 っていうような、まあ、とんでもない一日が、え、6月8日でした。で、えっ、ー、と、まあ、こうなると主要大統領候補者全員が問題抱えている状態なんですね。で、えっ、ー、と、バイデンは、まあ、ね、徹底して保護を受けてるじゃないですか。で、その一方で共和党側は、まあ、いわゆる司法の武器化と戦わなければならないっていうので、まあ、これ多分そのアメリカの大統領選挙史上最悪の選挙ですよね。まあ、レベルで言うと多分最も低いもの。その、なんて言うんでしょう。 やってることは多分高等技術みたいなものなんだと思うんですが、ただこういうその司法を武器化して、そのね、勝ち目がないから相手を司法で黙らせるっていうのは、こんなもん独裁国家とか、その共産主義国家みたいなところがやるレベルのものなんですよね。なんでその民主主義がうんたらかんたらって言ってる国のね、選挙から考えると最低レベルですから、まあ、本当に最悪なものになっている。で、その中でも昨日6月8日っていうのは、最も象徴的な1日だったんじゃないのかなっていうふうに思います。 で、えっと、じゃあ、それぞれの具体的な話を紹介していきたいと思うんですが、まずは、えっと、トランプ大統領の起訴に関して、えっと、起訴状がさっき公開されました。で、まだちゃんとね、全部読み切ってないんですが、えっと、りあえず、ババッと簡単な話をしておきますと、トランプ大統領とあともう一人側近が同時に起訴されてるっていうことですね。で、えっと、一応、大きく分けて7つの、えー、その犯罪行為、えー、なんていうのか犯罪の種類。で、えっと、カウントは1から38までありまして、ま、罪状1から31までが、え、全部共通して、スパイ防止 法違違反反あののの国防情報の取り扱い違反っていいとうもでですねはいでえっと、カウント32が共謀司法妨害、カウント33記録保持、カウント34隠蔽工作、カウント35連邦捜査からの隠蔽、でカウント36一応日本語に直すと同じ隠蔽工作、はいでカウント37が偽証罪ということで、えー、合わせて37、ごめんなさいさっき38って言ったかもしれませんが37ですね。はい で、えっ、ー、と、これ、もし仮に全部有罪になると最大で金庫100年とかだったかなっていう、もう意味不明なことになる可能性もあるっていうことですね。はい。で、まあ、これ見ると本当に思うのが、あいや、あの、まずあの、クリントン夫婦なんとかしろよって話ですよね。ビルクリントンだってその機密情報を話した可能性のあるテープとかはね、79本ぐらい家に持ち帰ってますし、あとあの、ヒラリー・クリントンに関してはね、メールをね、最高機密含めて家で保管してて、で、あげくに発展バレそうになったら携帯ぶっ壊すみたいなわけわからんことやってますし、で、あのね、 ブッシュ、元大統領だって、メール2200万だから3200万通ぐらい消してますよね。はい。で、オバマに関しても機密文書持ち帰ってたってこと分かってますし、バイデンに関してもね、これも忘れてる人いるんじゃないかっていうぐらい全く報じられてませんが、あの、機密文書普通に持ってたんですよね。しかも上院議員時代のものから。で、しかもそれを、あの、トランプ捜査が始まった直後にいろいろ移動させてたっていう形跡も分かっていますので、まあ明らかに意図的になんかやってるのは分かってるんですよね。 っていう風うに、えっ、ー、と、本当だったらバイデンの方も、あの、注目集めるべきですし、なんならその特別検察官任命されて捜査されてるはずなのに、その、同じ機密文書問題でも、トランプ捜査は、めちゃくちゃ情報ダダ漏れでガバ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 出てくるんですよね。 一方で、バイデンに関する特別検察官、ロバート・ハーって人物がやってますが、ロバート・ハーからの情報ってもう、何にも出てこないんですよね。もうこれも明らかにおかしいですし、あとは、そもそも、お前んところあの変態息子なんとかしろよって話ですよね。はい。で、あとはその、捜査をね、やるその FBI とやらのね、え例えば長官クラスがめちゃくちゃなことやってたことって過去にいろいろありますよね。えー、まあ、っていうふうに、あの、やるべきことって他にあるんじゃないんですかっていう話ですし、本当にその、司法っていうものが、え全く不平等だなって、 っていうのが今のアメリカですね。はい。で、今回まあこういう話になってきてるんですが、じゃあこの基礎ってどうなりそうかっていう話なんですが、あの、2二つ有利な点があるっていうことがあって、ちょっと明るい話をして、このトランプ大統領の話を締めたいと思うんですが、まず、えっ、ー、と、二つのうちの一つ目が、えっ、ー、と、担当裁判官もうすでに分かっていまして、アイリーン・キャノン裁判官が、えー、これを、 事件を担当するっていうことなんですね。で、キャノン判事ってもうこの顔と名前を覚えている人もいるかもしれませんが、えっ、ー、と、この昨年の家宅捜索の後にトランプ陣営って特別仲介人の指名を申し立ててたんですよね。 っていうのもそのバイデン司法省が一体全体何を持ってったのかもわからない。で、そもそも家宅捜索の時に弁護士の立ち会いも拒否するっていうもうめちゃくちゃのことやってたんですよね。で、えっ、ー、と、ま、そのあたりのことも含めて、えっ、ー、と、もう全く全容が見えないので、特別仲介人を立てて、彼らの捜査がちゃんとしてるかどうかを見てくださいっていうのを申し立てたんですが、これに対して、えっ、ー、と、このアイリン・キャノン判事は、 情報をダダ漏れにしている司法省は信用できないっていうふうに、バイデン司法省を非難した上で、トランプ陣営の申し立てを支持していたんですね。っていうふうに、この、いわゆる魔女狩り感が非常に、 その、否めないようなトランプ捜査じゃ、なわけじゃないですか。それを、まあ、理解してくれてる人物でもあるんですね。まあ、もちろん、トランプ大統領が指名した裁判官だからっていうところもあるかもしれませんが、まあ、それにしてもかなりまともな判決を出す人なので、えそういう点ではもしかしたら、えー、今回ね、そのトランプ捜査の一環で、なんかあのね、えー、証人の弁護士か何かがね、えー、なんか裁判官のね、えー、職員、地位を与える代わりにちょっと有利な発言してくれないかみたいな話になってるみたいなね、ことも出てきていますので、はい。まあ、その辺も 含めで、あとは、あの、これ昨日の動画でも指摘しましたが、あの、裁判行われる場所って、あの、民主党にとって、その有利になるワシントン DC じゃないんですよね。あの、フロリダ州マイアミの、にある、えっ、ー、と、連邦裁判所なんですが、まあ、そこから陪審員が選ばれるわけなんですね。で、このマイアミ周辺って、キューバの共産主義から亡命してきた人が多い地域なんですよ。 で、今回そのトランプ大統領に対して行われている行為って、政府権力使った政治的敵対者に対する攻撃にしかも見えないんですよね。で、それに反対する人が多いっていうことが予想されます。まあ、もちろんあの、えっ、ー、とね、抽選で最初に選ばれた後に、あの、さらにインタビューしてね、それで、あの、適正かどうかって選ばれますので、えっ、ー、と、確実にこういう人がいっぱい選ばれるかわかりませんが、 ま、どちらにせよ。そういうふうに、あの、どちらかというとトランプ陣営側に有利な点もあるっていうのが今回の裁判になるんですね。はい。まあ、もちろん、バイデン司法省もそれは承知のはずなので、え、多分、バイシン選定からいろいろ揉めたりとかするかなっていうふうに思いますし、あとは昨日の動画でも言いましたが、え、まあ、どちらかというとそのトランプ大統領を牢屋に突っ込むっていうのは目的じゃないんですよね。じゃなくて、今回明らかにスピードを重視した基礎なので、まあ、おそらく裁判に、え、じゃ選挙に対する介入だろうっていうことですね。はい。であともう一個注意しないといけないのが、えっ、ー、と、今回あの、1月6日事件に関する または2020年選挙に関する、えー、総参の、えー、基礎ではないんですね。で、多分それ別でジャック・スミスやってくると思いますから、それね、ワシントン DC でされる可能性があるので、もしかしたら本丸はそっちかもしれません。はい。まあ、どちらにせよ、えっ、ー、と、いい話もあるよっていう話で、ちょっとここは締めておきたいと思います。はい。またちょっとごめんなさい。めっちゃ長くなってきましたね、話がね。えー、頑張って駆け足で進めていきたいと思いますが、えー、続いて、本当はこれの方がどでかかったっていうのが、バイデンお食俗法ですね。はい。 内部告発者によって FBI が バイデンが副大統領時代に金銭の見返りに外交政策決めていた汚職疑惑の報告をもみ消したっていうことが明らかになって大騒ぎになっていたんですが、えっと、その話最初共和党の会員上院議員にその情報がもたらされて、ですぐ FBI に対してその内通者の提出した FD1023 フォームを出せというふうに要求したんですが、FBI は拒否。で、これに対して共和党側がじゃあ議会侮辱罪適用するからよろしくな っていう風に言ったら、FBI がすんません、渡しますっ,つって提供したはずだったんですが、えっと、昨日の動画でもちょろっと言いましたが、また一文着あったんですね。その、昨日の動画でね、あの、汚職の詳細出たよっていう紹介をしたんですが、あの、えっと、FD1023 フォーム見ることができたのって、会員政府監督委員会の、えっと、委員長であるとか、あとは民主党側のトップっていう、ほんと限られたメンバーだけだったんですね。 で、コマー委員長が、あの、この委員会のメンバー全員に見せろって言ったら、それ FBI 拒否したんですよ。で、これでコマーさん2、3日ぐらい前にブチギレまして、分かった。じゃあ、やっぱり議会侮辱罪適用するからよろしくなって言って、本当にその、えっ、ー、と、なんなんでしょうね。決議案を議会にも出して、で、っていうようなところまで来てて、で、ついに FBI がすんませんってなって、またて、あの、見せるっていうことになって、ようやくその会員のメンバー全員、会員の政府監督委員会メンバー全員が、 どういう報告書だったのかっていうのが見ることができたんですね。で、昨日の動画で皆さんに紹介したのは、そのコマー委員長とかの限られたメンバーが見たものの中でも特に限られたところしかコマーさんとか喋ってなかったんですね。なんですが、昨日メンバー全員が見たことによって、もういろんな話が出てきてるんですよ。で、それで分かったのが、えっ、ー、と、まあ、記者会、緊急記者会見に開いたんですが、いろんなことが分かってきていまして、まあ、まとめるとバイデンアウトっていう話なんですね。で、えっ、ー、と、今回その分かった話って、 ね、まあ、手前味そこみたいな話でちょっと申し訳ないんですが、去年12月に出したね、あの、一作目の本の中で書いてた内容がドンピシャで出てきてるんですね。はい。っていう風になんか本当今年ね、あの、バイデン政権の、えー、なんでしょう、いろいろとね、えー、と、生産をするね、年になるっていう風に言われていますが、まさにその通りな感じになってきてるので、よかったらそっちも確認してねっていう話なんですが、はい。じゃあ、とりあえず、えっ、ー、と、昨日の動画、 ではなく、えっ、ー、と、その以降に出てきた話っていうどういうものなのかっていうのも合わせて紹介していきたいと思うんですが、えっ、ー、と、まず FBI の内通者、誰かわかりました。名前はもちろんわかりませんが、ウクライナのガス企業ブリスマのアドバイザーをしていた人物が FBI 内通者だったっていうことですね。 で、えっ、ー、と、この、ウスクライナのガス企業ブリスマといえば、バイデンのド変態息子、ハンターが、取締役待遇で取締役になってたりとか、あとは、えっ、ー、と、ジョン・ケリーっていうね、あの、当時国オバマ政権下の国務長官やってた人物の、最側近の一人だった、デボン・アーチャーっていう人物ですね。彼もブリスマの取締役に就任してるんですが、はい、まあ、そこのアドバイザーをしていた人物が内通者だったっていう話です。 で、えっと、誰が金を出したかって言ったら、これも昨日ね、こいつじゃないかって話をしたんですが、やっぱりその通りで、えブリスマ CEO のミコラ・ズロチェフスキーが、5億円をバイデン本人だけじゃなくて、さらに5億円をハンターにも渡してたっていうことで、総額10億円だったっていう話なんですね。で、じゃあこの、 総額10億円の目的って何かって言ったら、えっ、ー、と、ブリスマの汚職捜査を握りつぶすことなんですね。はい。これはあの本の中の300から305ページにいろいろ詳しく書いているので、よかったらそちらも参考にしていただけたらというふうに思うんですが、はい。じゃあ、汚職捜査を握りつぶすためにはどうすればいいかって言ったら、その捜査を主導している人物を消せばいいんですね。 で、えっ、ー、と、この時、ビクトル・ショーキンっていう人物が検察長官やっていまして、ブリスマの汚職捜査を本格化させていたんですね。えっ、ー、と、具体的に2015年2月に就任しているんですが、このショーキン検察長官の前任者が、ヤレマっていう検察長官なんですね。で、このヤレマと、あとその検察長官の元にいた捜査官たちって、ブリスマから合計7億円の賄賂を受け取っています。 で、それがバレて、ヤネマが解任されて、賞金が任命で、あの、本当に真剣に汚職捜査をしていたんですね。まあ、だからこそ潰されることになったんですが、 今回その FBI に、えと、報告している内通者アドバイザーさんなんですが、あの、ハンターを雇うっていう、雇って、アメリカの影響力で捜査を潰すっていうのは反対してたそうなんですね。そうじゃなくて、えー、と、有能な弁護士をちゃんと雇って、その上で正々堂々と汚職捜査に対応すべきなんじゃないかっていうふうなまっとうなことを言っていたんですが、まあ、聞いてもらえなかったっていうことだそうです。はい。 で、まあ、ここからわかるのが、まあ、正直あのハンターのパソコンの中に残されたメールで、すでに明らかにはなっていたんですが、なぜ、この天然資源関連の分野での経験が全くないハンターという人物が、この取締役待遇っていうね、とんでもない待遇を受けれたかって言ったら、まあ、ハンターの能力ではなくて、結局その名前、バイデンっていう名前だったんだよねと。 で、もう一人そのデボン・アーチャーっていう人物も、彼もこういう関連に全くその知識もないはずなのに取締役待遇を受けられたのは、まあそのジョン・ケリーっていうね、当時の国務長官。国務長官も副大統領も両方ともウクライナに対する外交政策の、まあ、総責任者ですから、まあ、この二人に影響力を与えたくて、まあ雇ったんでしょうねっていうのがまあよくわかるわけなんですね。はい。 で、話を続けていきまして、じゃあ具体的に、えっ、ー、と、この汚職操作が潰されるまでなんですが、その流れもちょっと図示しておきたいと思うんですが、まずブリスマーのナンバー3に、えっ、ー、と、バディム・ポジャールスキーっていう人物がいるんですね。で、このポジャールスキーはナンバー3ということもあって、このズロチェフスキー CEO の、まあ、あの、片腕のような人物なんですね。 で、えっ、ー、と、ここにその賞金による操作が入っていたわけなんですが、えっ、ー、と、このポジャールスキーがこの操作をぶっ潰すために動いていたんですね。具体的にはハンターと、あとはそのデボン・アーチャーっていう二人に対して2015年11月2日にメールを送っていまして、このメールハンターのパソコンの中にしっかり残されているんですが、内容を簡単にまとめると、ブリスマへの操作を握りつぶせないか。 っていう風に聞いていたんですね。もう一回言いますが、デボン・アーチャーの背後には国務長官だったジョン・ケリーで、変態の後ろには、当時副大統領でウクライナの汚職撲滅の特命を受けていたバイデンがいます。 で、まあそういう話がありました。そのたった3週間後にバイデンがいきなりウクライナ政府に対して、賞金やめさせろ。あいつろくな仕事してないから解任させろ。じゃないと、え我々は二度とその支援はしないぞっていうふうに圧力をかけ始めるんですね。 で、その後もう一回2016年3月22日にもう一発ウクライナ政府に圧力をかけて、で、その一週間後には解任されたっていう流れになってるんですが、まあ、これによって汚職捜査っていうのはぶっ潰されて、で、ちょっとその後と、えー、と時間はかかりましたが、ブリスマイの捜査は完全に終わって、で、ズロチェフスキーは問題なかったみたいな話になったんですね。はい。で、これバイデン本人2018年ぐらいに、まあ、もちろん金もらったとかこの辺の話はしてませんが、ウクライナに圧力かけましたっていうのは2018年ぐらいのイベントで、本人 自信満々に喋ってますからね。はい。で、えっと、何が問題って、これ、バイデン11月22日に圧力をかけ始めたわけじゃないですか。この時って、アメリカ政府、この賞金のことどう見てたかって言ったら、えっと、もちろんその、ウクライナって汚職が絶えない汚職国家って言われてるんですよね。で、そこにその、昔からずっとは、あの、アメリカってお金を流しまくって、その支援しまくってるわけなんですが、大前提が、汚職を撲滅するっていうことは条件だったんですね。 で、これに対して、えっ、ー、と、アメリカ政府どうしてたかって言ったら、2015年6月から9月の間の内部メールが、えっ、ー、と、ジュリシャルウォッチっていうところが情報公開請求で手に入れたんですが、財務省であるとか国務省の内部メールによると、賞金検察長官の汚職捜査は素晴らしいというふうに高く評価されたっていうことなんですね。 で、実際、あの、賞金がちゃんとその汚職操作をしているので、じゃあアメリカからまた数億、数十億、数百億円単位の、えー、その支援をしましょうっていう風に、その承認も降りてたぐらい、賞金に対する評価って高かったんですね。にもかかわらず、いきなりこのバイデンが、あの賞金ってやつはろくに仕事してないから、けしからんっていう風に言い始めたわけなんですが、えっ、ー、と、なんでかって言ったら、え、この圧力をかけ始めて言ってる理由っていうのは、その3週間前に、ポジャールスキーから依頼があったからだと。 で、今回出てきたのは、これはもしかしたら、そのね、自分の中のいい人たちへの依頼があったからだけじゃなくて、そもそも本人に直接金流れてきてたからなんじゃないんですかっていう話になってきているので、外交政策に影響を与えたっていう話っていうのは、ここなのかなっていうことですね。はい。 で、ちょっと話をもうちょっとまとめておきたいと思うんですが、えっ、ー、と、まずそもそも、ブリスマとしては当初、バイデン本人に直接支払いする予定ってなかったっていうことなんですね。ところが、賞金検察長官の捜査が思った以上に、その、ちゃんとしてるもんですから、これはまずいということになって、えっ、ー、と、ハンターだけじゃどうにもならんから、じゃあもう直接副大統領を買収してしまえっていうことで、バイデンにも金を渡すことになったそうなんですね。で、ズロチェフスキーはこの情報提供者に直接言っていたのが、 大量の銀行口座を経由させるから、まあこの金の流れを公が知ることになるのは10年以上先なんじゃないかみたいな感じのことを言っていて、まあマネロンしてるのはもう大バレっていうことですね。もうすでに共和党側は、あの具体的にその、これと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 これのペーパーカンパニーの財務状況を全部出せっていうふうに今言い始めてるんですが、はい。まああの、今後のちょっと捜査が楽しみだなって話ですね。はい。で、あとはですね、あの、この内通者自身がそのバイデン本人とハンターにそれぞれ5億円支払った証拠を持ってるそうです。 で、えっ、ー、と、この本人が言うには、ズロシェフスキーは基本的にその賄賂を渡した場合は、その証拠を必ず保管してるらしいんですね。まあ、多分、あの、お前、俺が死ねばお前も死ぬみたいな感じで、脅迫のために残してんじゃないかなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、そんなふうに証拠もあるということなので、えー、ぜひぜひそれは出してほしいなっていうふうに思いますし、FBI、お前ら何やってたんだっていう話ですよね。まあ、だからこそ今問題にされています。はい。で、さらに言うと、 このウクライナでこの賞金が解任された話、圧力かけたっていう話は、トランプ大統領が1回目断崖、あの、ウクライナ疑惑ってことでやられてますが、あれに関わってくる話なんですね。で、まあ、結局そのゼレンスキーに,にね、その電話書いたんで、すごい圧力をかけて、ケシカラーみたいな感じで、民主党がなんか大暴れしましたが、実際あれはまともな話だったし、えー、っと、なんならちゃんと捜査しなければならない件だったっていうことにもつながるので、そういう意味では今回のこの、 FBI が報告を握りつぶしていたものが公に出てきたのって民主党側にとってかなりまずい話なんですね。はい。っていうようなとんでもないでかい話が実は昨日あったんですけれども、今トランプ大統領の起訴でちょっとそれが書き消されているところがありますね。はい。まあな、だからこそちょっとこれ動画で取り上げてるんですけれども、ね、あとさらに言うと、えっとちょっともう長く、多分20分くらい喋ってますので、ちょっとここで一回割愛したいと思いますが、あの、ロン・デサンテス、フロリダ州知事がソロス・チルドレンの一人に今起訴される可能性出てるんですね。 で、えっ、ー、と、もちろんこの後のその政治的な動きとかいろいろ兼ね合いで判断されるのはあると思いますが、えっ、ー、と、結構可能性としては高いということなんですね。まあ、ちょっとこれ、ハげなし長くなって、もう今22、3分くらい喋ってるのかなちょっとわかりませんが、めっちゃ重ねて喋ってると思いますので、えっ、ー、と、サブスタックの方にまとめて、えっ、ー、と、これは皆さんに紹介していきたいと思います。はい。 まあ、とりあえずこんな風に、えっ、ー、と、今回その大統領選挙に出馬をする人たちが、まあ、断るごとに司法に関しての問題を抱えてるっていうとんでもない大統領選挙になってますよっていうお話ですね。はい。ということで今回の話は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、これあの、先週だったっけな、あの、ボタンエビをね、あの、いっぱい買ってきたんですが、それがね、あの、えっ、ー、と、 キッチンのところでね、ピチピチ跳ねてる音を聞いて、えー、ドン引いてる。てか、なん、なんじゃあれはみたいなね、感じになっている狸くんですね。この目のびっくり具合がね、わかりますよね。はい。っていう可愛い狸くんでおかりをしたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。